はい、皆さんこんにちは、マークです。今回はですね、こちら、ちょっと久しぶりになるんですけどもね、オリンパスの E-M1 Mark II、こいつのね、お話をちょっとしていきたいなと思います。で、こいつを買った当時からですね、夏には絶対花火を撮りたいと思っていたんですよ。で、まあ、それには理由がありまして、こいつの機能で、ライブコンポジットっていう機能があります。まあ、読んで字のごとく、ライブで、コンポジット画像を作ると。まあ、リアルタイムで比較名合成のね、画像を作るっていうことなんですけども、で、比較名合成、コンポジットとは何ぞやというとこなんですけども、通常ですね、長秒露光をすると、画像全体が明るくなると思うんですけども、比較名合成、コンポジットを使えば、光が変化したとこだけをうまく合成してくれます。で、例えばですね、こんな写真であったりだとか、こんな写真であったりだとか、要するにですね、光跡をね、うまく綺麗に表現してくれるっていうようなね、撮影方法になります。で、それを、ライブコンポジットというぐらいなので、リアルタイムでね、こちらの背面液晶にね、リアルタイムでその変化がね、見て取れます。なので、すごくね、簡単にその比較名合成ができるというような、撮影方法になります。で、E-M1 Mark II でライブコンポジットを使う時の設定方法なんですけども、まず、ダイヤルをマニュアルにして、シャッタースピードをカリ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 っと左に回して、一番左ですね。はい、こちら。ライブコンポジットとね、左下に書いてあると思いますけど、これを選択します。で、あとは露出を決めていくんですけども、まず絞りを決めて、まあ、F13 ぐらいにしておきましょうか。で、あとはメニューボタンを押して、1コマあたりの露出時間ですね、シャッタースピードを決めていきます。とりあえず、1秒で設定したいと思います。で、この状態でシャッターボタンを押すと、ノイズリダクション用の画像を1枚撮影します。はい。それから、コンポジット撮影ができるようになると。で、実際にどんな感じで背面液晶に見えるのかっていうのをね、見てもらいたいと思います。はい、というわけで、これは地元の駅のね、ロータリーをライブコンポジットで撮影した時の、背面液晶のね、ビューになりますね。こんな感じで、車の後席とかも綺麗に撮ってくれると。で、この機能を使えば、花火もね、このパーンと上がって、ふわーっとこの広がる様も綺麗に撮れるということなので、ずっとですね、この花火を撮りたいなと思ってたわけです。で、先日ね、ようやくちょっと花火を撮る機会がありましたので、その時もですね、背面液晶をちょっと、動画の方で撮ってましたので、その映像と、実際に撮った写真をですね、ご覧いただきながら、まあ、今回はね、簡単ですけども、終わりにしたいと思います。それではどうぞご覧ください。はい。で、ちょっと余談なんですけども、結構簡単にね、花火を撮影できたんですけども、ちょっとね、悩ましいとこもいくつかありまして、必ずノイズリダクション用の画像を、1枚撮るので、ちょっとしたタイムロスがあるんですね。なので、ここだと思った瞬間に実はシャッターボタンが押せないっていうことが何度かありました。で、あとは、シャッターボタンを押して離す、このタイミングっていうのも、まあ、背面液晶でね、見ながら比較的簡単にわかるんですけども、そこもね、ちょっと慣れが必要なのかなっていう気はしましたね。花火が打ち上がるタイミングっていうのはなかなかちょっと予測ができなかったもんで、ちょっと画像自体が明るくなりすぎたりだとか、逆に全然花火が上がんなかったりだとかしたので、まあちょっとその辺のね、予測がなかなか立てづらかったっていうのも一つありました。まあ、とはいえですね、この E-M1 Mark II のライブコンポジットという機能を使えば、比較的ね、簡単に花火を撮ることができます。なので、まあ今年はね、さすがにちょっともう花火っていうのは難しいかもしれませんけども、来年ね、また機会がありましたらね、夜空というキャンバスにですね、花火という絵を描いてみてはいかがでしょうか。はい、というわけでね、今回はこの辺で失礼したいと思います。マークでした。さようなら。バイバイ。